つは無人兵器だ。あれは無人兵器の試作品だ。僕が作ったんだ。あんたはここで雇われてる、いや雇われていたかな。ユーイと呼んでくれ。君は誰？ここの傭兵とは様子が違うね。俺か。俺は昆虫学者だ。戦う昆虫学者？蝶々の専門家だ。そう、オオルリアゲハを捕獲しに。オオルリアゲハ？コスタリカでは見ないな。モルフォ蝶では？モルフォ蝶だ。ワシントン条約が施行されてしまう前に。モルフォ蝶は対象になっていないけど。ああ、記憶違いだったかな。君、大丈夫かい？どっちにしろ、蝶には逃げられた。あの蝶もあんたが作ったのか？博士。正解でもあり、不正解でもある。あれはなんだ？ここで何をやってる？君は単なる昆虫学者じゃなさそうだ。核弾頭はあれに搭載された。ついに計画が実行に移る。計画？そう。持ち込まれた熱核弾頭、コスタリカに乱立する各拠点基地、傭兵部隊、無人兵器、ここで行われている研究、すべてこの計画のため。この施設では無人兵器の開発が行われているんだ。無人兵器？ロボットだよ。さっきのがホバー移動型のピューパ、飛行タイプのクリサリス、キャタピラ装甲のコクーン。電子頭脳によって駆動制御、目標の探知、追尾、攻撃、捕獲や移送をすべて管理している。だから人が乗って操縦する必要がない。単純な命令しか聞かないが。なぜそんなものをコスタリカで？ CIA さ、1年前にここに呼ばれたんだ。さっきの男か？中米のステーションチーフ、自称ホット・コールドマン、冷戦最盛期の英雄。あの男がここで進めている計画がピースウォーカーだ。ピースウォーカー？中南米カリブ海沿岸に新型核兵器を配備する移動式無人核兵器をね。無人核兵器？最適な位置へ移動し核ミサイルを発射する自動報復システム。単独で移動が可能で、レーダーにも衛星にも捕捉されにくいステルスだから、先制核攻撃で潰される危険も極めて低い。それが新たな抑止力となる。うん。だが問題はその移動方法だった。カリブ海沿岸は寒気も構わず一年中雨が降る。広大な湿地、熱帯雨林、まともに道も通せない。そこで僕は原点に帰った。なんだ？足だ。歩く力だ。ソ連のツァーリボンバーをも超える大型熱核弾頭を積載できる自立歩行型核兵器。それがピースウォーカーだ。チコが見たバシリスコはこいつのことだったのか。組み立てと実地検証をここで行っていた。歩く核兵器とはな。基礎アイデアは東側のパクリだけどね。歩兵と戦車を結ぶミッシングリンク、メタルギア。メタルギアか。だが実際には数十機もの配備が必要になる。
そこでコールドマンは予算確保のため演習を兼ねてラングレーにデモンストレーションを行うつもりなんだ。完全なる抑止力を証明するために核を撃つ。核を撃たれたら絶対に核を撃ち返す。その事実こそが必要だって言うんだ。核抑止とは核によって核を制するという考え方だ。こちらが核を撃てば報復として相手も撃ち返すだろう。そうすれば自国も滅んでしまう。それゆえにお互いに核を撃てない。そのおかげで大国同士が全力で衝突するような事態は回避された。核による抑止力が平和をもたらしたんだ。少なくとも世界規模の戦争は抑制された。だけど核抑止論はあくまで机上の空論だ。実際には報復が完全に行われる保証はない。先制攻撃で全てのミサイル基地を潰される可能性も、場所によっては撃ち返せない可能性もある。そして何より脆弱なのは、報復の決定を行うのが人間だということだ。現実的に考えてくれ。最初の一発をどこかの誰かが撃ってきたとしても、まともな人間なら世界が死滅することを分かっていながら核を撃ち返すことはできないはずだ。つまり抑止論の弱点は報復の不確実さにあると。そう。それこそがそのどこかの誰かに最初の一発を撃たせてしまう隙間を作っていることになる。だからこその無人システムだ。ピースウォーカーなら絶対に報復する。人間の決定を待たず、報復すべき場所を判断して確実に核攻撃を実行する。ピースウォーカーに向けて核攻撃を行うということは、自分に向けて発射ボタンを押すのと同じだ。核抑止論の隙間は塞がる。どこかの誰かは確実に核を撃てなくなる。そのためにコールドマンはマシンによる報復が実行されるということを実演する必要があると言うんだ。あいつは撃つ。それで初めてコールドマンの抑止論が成立するんだ。それを信じたのか。僕は核抑止による平和を信じたかったんだ。なぜ？僕の父はマンハッタン計画に参加していたんだ。生涯をかけた研究が生んだのは抑止という幻想の平和システム。そして歩けない僕が生まれた。僕は核に向き合うしかなかったんだ。でも本当に核を使ってしまったら全ては水の泡だ。あいつを、核発射をやめさせなければ。あれはどこへ運ばれたんだ？国境沿いの基地だ。最終実験の決行は5日後。その基地は計画を阻止するのか？基地は遠い。それよりも確実な方法がある。実はピースウォーカーはまだ完成していない。どういうことだ？もう一つ、絶対的な構成要素が欠けている。人工知能の部分、つまりは大脳だ。僕が担当していた電子頭脳レプタイルポッドは、命令を受けて目的地まで移動したり相手を攻撃したりするだけだ。人間の小脳のようなものかな。けれど核抑止を実現するには、送られてくる膨大なデータを分析し、各機が往復に適切なターゲットを選択して決定する必要があるんだ。人間の指導者に代わってね。だから大脳のような高度な判断力が必要なんだ。機械の大脳。脳の構造を模したハードウェアは僕のポットと同じだけれど、役割はまるで違う。それはどこで作られている？ここから北に行ったラボだ。ストレンジラブ博士という AI のエキスパートが極秘裏に開発を進めている。ドクターストレンジラブ、あいつもアメリカからスカウトされてきたらしい。確かに AI 部門では最高レベルだけど、イカれた博士さ、ひどい人嫌いでね。そのラボに行ってピースウォーカーの大脳を破壊するんだ。 AI の方はまだ最終調整が終わっていないはずだ。あ、僕の ID カードを貸そう。研究所のセキュリティをパスしてくれる。それと、手紙、推薦状か。
これは僕からストレンジラブへの手紙だ。読むなよ。ところで、これからお前はどうする？僕はもう科学を捨てる。このままじゃ確実に地獄に落ちるだろうから。急ぐことはない。俺たちのところに来ないか。お前にはふさわしい場所、アウターヘブンだ。アウターヘブン？ああ。コスタリカよりは僕向きだ。じゃあ気球での旅をプレゼントしよう。蝶になった気分が味わえる。君はどこのエージェントなんだ？俺か。お前と同じさ。冷戦に翻弄され、いらなくなったら捨てられた。だからどこにも所属していない。スネークと呼んでくれ。スネーク？なんだか呼び慣れた感じがする。それは気のせいだろ。あ、見えるか？熱帯雲霧林の向こう、遺跡があるだろう。ああ。ドクターストレンジラブのラボだ。